共通テストまであと少し頑張るぞ。ところで共通テスト利用入試の出願は終わったの？終わるわけないだろ。まだ本番が終わってないから出願できるわけないぜ。自己採見てから決めるんだ。判断が遅い。共通テストの本番が終わっても間に合う前期試験は早稲田と帝京くらいだよ。なんだと？ほとんどの大学は1日前が期限じゃないか。本番が終わった後だと、点数が低い受験生から受験料を取れないからね。皆さん、こんにちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。さて、今回はこちらの大学の出願期間をまとめた一覧を作成しました。おお、ありがたいぜ。それじゃあ早速見ていこう。まずは、早稲田、慶応、上智。早稲田は共通テスト利用入試でも、共通テストが終わってからでも間に合うんだな。でもそんなに余裕はないな。こちらは、明治、学習院。明治や学習院は共通テストが終わる前に出願しないとダメなのか。ち、足元見やがって。青山学院大学。青学もか。結果を見てからだと断念する人が多いから、受験料を稼げなくなっちゃうからね。立教、中央。立教も中央もか。法政。法政もだ。法政は一般入試の出願も早いから注意だよ。東洋。東洋は中期、後期は共通テストの結果を見てから出せるね。駒沢、専修。駒沢は中期、後期、専修は後期で共通テストの結果を見てから出せるな。日本大学は概要欄の URL から確認してみてください。まんま掲載されてるからな。こちらは、大東文化大とアジア大だよ。大東文化は、中期、後期は共通テストの結果を見てから出せるな。帝京大学、国士舘大学。帝京は前、中、後期の全部結果を見てからでも間に合う、良心的だな。関西大学、関西学院大学。関大後期、関学3月出願は共通テストの結果を見てからでも間に合う。最後は立命館大学と同志社大学。立命館は、共通テスト前には出願しないとダメだな。同志社は全学部、個別が1月8日だぞ。よって、共通テストが終わってからでも間に合う良心的な大学は早稲田大学と帝京大学です。あと心配だから一般受験の出願期間が早いところだけまとめておきます。早稲田、慶応、上智だよ。ほんとだ、結構早いな。明治の全学部、法政の定日程、アジアの全学統一なんか結構早いな。同志社なんか、1月8日じゃないか、ぼさっとしてたら、出願期限過ぎちゃうな。さて、こんな感じかな、出願期限を過ぎないように余裕を持って出願しようね。調査書は追加発行になると結構時間かかるぞ。それじゃあ、またな。さらばだ、友よ。